こんにちは、ひねくれ物語です。4回目の豆本紹介は次表紙風豆本です。まずは紙を重ねていきます。これが見返しの紙です。見返しの紙も重ねてクリップで留めます。そして目打ちで3箇所穴を開けます。重ねた紙を一点に折り3つ目閉じをします。今回は外側から糸を通します。これが表紙です。表紙は折り目をつけてから折ると折りやすいです。折り方はこんな感じです。見返しにいらない紙を挟むと糊をつけた時に中身が汚れません。今回はボンドを薄く塗って表紙に貼りました。もう片方も同じようにボンドで貼ったら出来上がりです。この表紙にすることで背表紙の中の部分に空洞ができて開きやすい本になるそうです。これで次表紙風豆本の紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。以上、ひねくれ物語でした。